ドワイト・フィリー・デイビスは、アメリカ・ミズーリ州セントルイスのテニス選手、政治家。男子テニスの国別対抗戦、デビスカップの創設者としてよく知られる。歴史的理由により、日本語での綴りがデイビスとデビスと違うが、英語での発音は同じである。後に、カルビン・クリッジ大統領の下で、1925年から1929年まで、陸軍長官を務めた。 ミズーリ州セントルイス生まれ。彼はセントルイス市内のスミスアカデミーで教育を受け、ハーバード大学を1900年に卒業した。テニス選手から引退した後の1903年にセントルイスワシントン大学ロースクールで法律の学位を取得している。ドワイト・デイビスはハーバード大学においてテニスクラブに所属していた。彼は左利きの選手である。学生時代からデイビスは ホルコム・ウォード、マルコム・ホイットマンと共にハーバードの3人組と呼ばれた。1898年、デイビスは全米選手権の男子シングルス決勝でホイットマンに敗れた。彼は、ウォードとのダブルスで多くの好成績を残し、彼との1899年全米から1901年全米にかけて全米選手権の男子ダブルスで3連覇を達成した。デイビスとードは、 ハーバード大学在学中の1899年、デイビスは大学のクラブチームのメンバーと共にイギリスを相手にテニス対決をする構想を立ち上げた。この構想は間もなく両国のテニス協会によって受諾された。デイビスは大会の形式を設計し、さらにシュリーブクランプローシャから自腹で議員のトロフィーを購入した。デビスカップ第一回大会は、 アメリカ対イギリスの二国間対決として1900年8月にマサチューセッツ州ボストンのロングウッドクリケットクラブで開催された。デイビスはアメリカ代表として第1戦のシングルスと第3戦のダブルスに出場した。第1戦のシングルスはセットカウント3から1でデイビスが勝利しウォードと組んだ。第3戦のダブルスもセットカウント3から0で勝利を収めた。 最終的にはアメリカ代表チームがイギリス代表チームをマッチカウント3から0で下した。1904年、デイビスはセントルイス五輪に出場した。男子シングルスではベスト16で失格となった。男子ダブルスではラルフ・マッキトリックと組み、準々決勝まで進んだ。テニスからの引退後、デイビスは故郷セントルイスにおいて、 積極的に政治に関与したが、とりわけ都市問題に関心を示した。彼は、公立図書館委員、美術館管理委員、視聴者委員、土地保有委員、都市公園委員を務めた。また、スポーツ施設の建設にも積極的に携わり、ゴルフ場や野球場などの競技施設の建設、拡張を行い、アメリカ発の市営テニスコートを設置した。彼は、 全国自治体連盟の執行委員も務めた。戦闘機に登場するデイビス第一次世界大戦が、続いて1916年から1917年までロックフェラー戦争救済委員会のメンバーとして、戦災者の救援活動を行った。1918年、デイビスはミズーリ州兵に参加した。その際に国家陸上警備隊の一員として、 第35不評師団に所属した。彼はフランスにも派遣され、サンミエルの戦いとムーズ・アルゴンヌの攻勢に参加した。そして、第69不評連隊の参謀長として、少佐の地位を与えられた。デイビスはフランスでの戦闘を評価され、レジオンドヌール勲章を受訓した。また所属する両団のために、敵地で自らに課した任務として、 情報収集を行ったことを評価され、主君十字章を受勲した。戦後の1920年、デイビスは連邦上院議員を目指したが敗北した。1921年、デイビスはワシントン DC で戦時金融公社の取締役に就任した。コリアトロフィーの授与式に出席する。 フーバー大統領とデイビス陸軍長官デイビスは1923年から1924年まで陸軍次官補を務めた。彼は空軍力の欠乏を指摘した陸軍航空隊の副司令官ウィリアム・ミッチェルを非難し論争を巻き起こした。ドワイト・デイビスは1925年10月カルビン・クーリッチ大統領から第49代陸軍長官に任命された。デイビスは 陸軍組織の拡張政策を取り、また戦時に国内産業を流動的に動員できるシステムの構築を目指した。さらに機械化された部隊の実用化を試みた。クーリッジ大統領の人気満了により、デイビスは1929年3月に陸軍長官を退任した。1929年7月、デイビスはハーバート・フーバー大統領からフィリピン総督に任命され、 1932年1月までこの職務を務めた。1933年以降、フロリダ州タラハシー近郊のメリディアンプランテーションで暮らした。1942年、彼は陸軍専門家部隊の長官を務めた。1945年11月28日、ワシントン DC において死去した。彼の遺体はアーリントン国立墓地の第二セクションに埋葬された。 1954年に国際テニス伝道が設立され、ドワイト・デイビスは1956年に第2回の伝道入りを果たした。1996年にはセントルイス伝道にスポーツ部門で伝道入りした。デイビスと家族ドワイト・デイビスの父親はジョン・ティルデン、デイビス、母親はマリア・ジャネット・フィリーであった。デイビスは1905年11月15日に ヘレン・ブルックスと結婚。デイビスは、ヘレンとの間に一人娘、シンシア・デイビスを設けた。ヘレンと死別後の1936年、デイビスは、ポーリン・セイヴィンと再婚。ありがとうございます。